2対2の同点で迎えた10回の裏、迎えるバッターは吉村です。得点が2対2の同点で延長戦に入りました。10回の裏です。ライトへ、この回は4番の鈴木健からの攻撃ということになります。1対1の同点です。2ストライク2ボールから投球7つ目、吉武足が当て第7球を投げました。打った、これは大きい、どうだ、入るか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 、入った、ホームラン、鈴木健優勝を決める、素晴らしいホームランを放ちました。西武のラインが一気にベンチから駆け出してきました。ゆっくりとゆっくりと今鈴木健がその優勝の味を噛みしめるかのように三塁を回って、そしてコースを抱き合います。さあホームベースで、ホームベースでラインが待っている。さあ今ホームイン、サヨナラ勝ち。そして西武ライオンズ3年ぶり12回目の優勝を成し遂げました。今同意が始まりました、同意が始まりました。251勝これまで上げていた現役大の東尾監督が一球で仕留めましたからね。山本さんおっしゃるように狙いましたね。だから言うのは簡単、言えるのは簡単なんですけど、それを仕留めたってこれ大したもんですよね。ボールカウント2-1、打席北川。